中国を勉強するときに一番難しいの文法は何ですか？もちろん、るです。はい。So today we are talking about る。Then look at this sentence. 我吃了午饭。我吃午饭了。我喝了一杯咖啡。我上大学了。昨天地震了。我学了一年中文。我学了一年中文了。哇 ，there are so many le. Yes.ここはいっぱいるを使いましたけど、でもここ、一つずつの文章の中のるの意味は全然違いますよ。じゃあ次回一緒に勉強しましょうね。る